グッズとかも本当にいっぱいみんなで考えてきて、それをね形にしてくださった関係者やね、本当に協力してくださった皆さんにもすごく感謝でいっぱいです。の昨日のね即売会でも本当にたくさんの方がね、お友達呼ぶよって言ってチケット買ってくださったり、もう今もチケット持ってるよって言って抽選会引いてくださったり、もうその時間もすごく幸せでした。本当にもう明日に向けて本当にもうすごく楽しみな気持ちで、もう今はすごく本当に最強メンバー、本当に最強メンバー。今回ね、いつものワンマンライブとかいろんなことの MC とかって今まで結構厳密になんかここでこうするこうするとか、ここでこの言葉を喋るっていうことも結構私はいっぱい決めてきてたんですけれども、今回なんか一応ねちゃんと MC とかでも誰が話すとかそういうことはちゃんと決まってるけれども、なんか細かいちゃんとこここうやってこれをこうやってしっかりここを話すっていうのをなんか私は今回は全然自分の中でね決めてなくて、でそれはもう本当に心強いメンバーがなんかもしなんかちょっとパニックったりとかしてもしっかり多分助けてくれると思うし、なんかすごい本当にメンバーへの安心感がすごいたくさんあって、もちろん全然もう失敗はしたくないんですけれども、なんかだからこそなんかすごい本当にもう今回のワンマンライブ本当にすごい楽しみたいっていう、もう心から楽しみたいっていう気持ちでいっぱいです。そのね楽しみも本当にメンバーみんながこうやって作ってくれて、なんか私もすごい安心感でこうやって臨めてるので、もう本当にメンバーにもすごくすごく感謝です。本当にそう絆だよね、本当にもう本当に真面目なね、いつも真面目に本当に頑張り屋さんなめいちゃん、そしてもういつもなんかふわふわしてるけどしっかりしてるねゆずちゃん、うん、そしてもうみよちゃんは最年少だけれども、本当になんかいっぱいいろんなこととかもね伝えてきてくれて、なんか本当に8人でねもう一緒に頑張りたいって言ってネジが大好きって言って入ってくれたみよちゃんで、おもちも本当に毎日ねちょっと多分本当におもちは一番今回メドレーとかで覚えることとかもたくさんあったと思うんですけれども、そんな中でも寝る間を惜しんで頑張っていっぱい作り上げてくれたおもちゅう、そしてユッキーは本当にしっかりしてて、もう私結構いろんなところでユッキーがいるから安心っていうところもあってね、そう本当にしっかりしてる星のプロ、そしてリラちゃんはおバカとか言ってるけれども、ここぞという時にもうちゃんと伝えてくれる、もうね本当にリラちゃんという存在が大きいですね。あともうカスミンはもうあの天真爛漫のあのキャラクターでもきっとみんなをね本当に明日もたくさんの方を魅了するんだろうなって、すごい本当にもうこの8人は今めちゃめちゃ最強メンバーですよ、それこそもう本当にアベンジャーズぐらい最強本当にもうこの8人となんかワンマンライブができることを、そして明日を迎えられることがもうすっごくすっごくすっごく嬉しいです。もうねそう新曲がすっごくエモーショナルな曲なんですよ。ワンピースってね言ってるけども、もう本当にワンピースもさすごい絆がある曲じゃない曲が多いじゃないそう、もう本当にすごいワクワクしてて、すごい本当にすごい本当にいい曲なんですよ。この曲を本当に8人で歌える、ですごい歌詞も この8人で歌えるのってすごい嬉しいなって思ったので、ニャンはなんかね明日ねなんかもう楽しくいろいろてくる気がしてるでも今私すごく幸せです本当にそう本当にね、ネジュそうまさにネジは愉快、もうねハッシュタグネジは愉快で結構みんなメンバーもね、あのスタッフさんもあの公式ツイッターの方でもいろいろ
なんか、あるんですけれども、それが明日きっと皆さんも目の当たりにして見れるんじゃないかなとも思っております。泣かない。泣いちゃったらごめんね。でもすごい今日もレッスンしてて私はちょっと泣きそうになりました、正直な話。なんか本当にこのメンバーとまずはここに迎えられてすごい幸せだなって思うし、今年の夏ね、本当にジュエルマーレとしてこうしてコンセプトをねちょっと一新して、夏はネージュ、マーレ、冬はネージュというね新たなコンセプトになって、こうしてそのコンセプトにもこうやってついてきてくださる皆さんがいてくださって、この夏をね迎えることができて、本当にこの一つのワンマンライブに向けて本当にメンバーみんな自分で言うのもなんだけど成長しましたよ。そのね、明日は本当にその成長したね姿をたくさん見ていただきたいなと思います。もうこのご時世できっと本当にね渋谷の真ん中に行くのはねきっとやっぱり怖いなって思う方もねいらっしゃると思いますが、本当に足を運んでくださると言ってくださってる皆さんにはすごくすごく感謝でいっぱいです。もう当日ね会場でいっぱい楽しいことが待ってますので、本当に心から楽しんでもう来てよかった、もう本当によかったって思ってもらえたら、その思ってもらえるステージをね作り上げますので、絶対に楽しみにしててください。そしてね、もう本当にねこのご時世的にもね行くの難しい、来れなかったっていう方ね、本当に伝えたいのが謝らないでください。もう本当にねもうこのご時世ですので本当に謝らないで、なのでね配信を見てぜひたくさんね応援してもらえたら嬉しいし、楽しんでもらえたら嬉しいし、そのワンマンでの会場では見えるかどうかわからないんですけれども、コメントとかも書ける、配信ではねコメントとかも書けると思うので、私たちも後日ねこう終わった後とかアーカイブとかも見返せますので、そのコメントとかもしっかり読めますので、読んでますので、ぜひね配信で一緒に楽しんでいただけたらなと思います。お互い本当にみんなで幸せになりましょう。もう本当に明日はあの会場に足を運んでくださる方も配信を見てくださる方も本当に幸せのね気持ちにして、もう明日をねもう届けたいと思いますので、ぜひ本当によろしくお願いします。もうすごいねすごいね、もうさっきからいっぱい伝えてるけどね、本当ににゃんは楽しみな気持ちでいっぱいだよ。もう本当にずっと待ちに待ったワンマンライブだからね、もうずっと新体制となってリリースも終えてワンマンをしたい、ワンマンをしたいってね、たくさんいろんなところでも伝えてきて、いや本当にねこうしてこのご時世を開催できることがすごく嬉しくて、明日はねもうみんなも伝えてるけど雪予報にもなる予定ですしね。もう今までのネージを好きでいてくださった方、そして新体制からね好きになってくださった方、もう皆さんに心に残るワンマンライブを届けられるんじゃないかなと思っております。明日は最高の時間になること、間違いなし、本当に間違いなしだよ。もう絶対に素敵な時間をお届けしますので、ぜひ本当に期待でいっぱいにしていてください。もう本当にさ、さっきからさそのリレー配信でメンバーがいっぱいね気持ちを伝えてくださったりね、もう生き方とかだったり、もうカスミンの生き方もバッチリだよね、みんなもう分かったでしょ。ジョエの生き方はもう完璧ですよね。マーレ初だし、この新体制は全力で楽しいを見せてくれたらこっちまで幸せになれるよきっと。もう楽しみでいっぱいです。明日本当に楽しみっていう気持ちで本当にいっぱい、最新を最高に、そうだね、もうどんどんと最高を更新していきましょうみんなで。そしてねこの後の本当にジュエルネージュ応援していきたいとねみんなに思っていただけ、できる。
動できるんだよね、にゃん。なんかみんなですごく笑顔あふれるズホの空間になってそう。もうハッピーハッピーな流れを明日皆さんにお届けできた時に、もうきっと皆さんも絶対に素敵な笑顔を見せてくださるんだろうなって思うし、私たちも笑顔になれるんだろうなと思うし、それのイメージをしてると本当にもうなんか胸が熱くなって泣けてきますなのでもう本当に明日は皆さんの笑顔もたくさん見させてくださいもう笑顔にさせます、必ず。はい、ということでね、もう残りあと1分かな、なってしまいました。明日皆さん楽しむ準備はできてますか？はい、明日ね、会場では声が出せないですけれども、たくさんね、一緒に踊ったりクラップしたり、配信で見てくださる方はね、いっぱい声も出してたくさん一緒に楽しんでいきましょう。最高のワンマンライブにするぞ。幸せ、もう幸せ、もう幸せありがとうございました。それではね、皆さん明日は元気に元気に元気に健康に渋谷寮でお会いしましょう。よろしくお願いします。最後にギフト送ってくださった皆さんありがとうございます。熊健さん、星ありがとう。シャミチゴさん、人でたくさんありがとう。キビーハートたくさんありがとう。かっちゃん20星ありがとう。かずにゃん星ありがとう。よっぴちゃんハートありがとう。レイジェンもハートありがとう。村田さんもハートありがとう。星もありがとう。さくちゃんハートありがとう。はい、では皆さんのね、いろいろいただいたメッセージを胸に明日精一杯